東京都八王子市の一軒家から一家5人が殺害されているのが見つかりました。警察によりますと遺体は大きく損傷しており、性別もわからなくなっていたということです。夫とみられる熊取秀夫さんは全身の皮がナイフのようなもので削ぎ落とされており、警察は真相解明を急いでいます。東京都八王子市の一軒家から一家5人が殺害されているのが見つかりました。警察によりますと遺体は大きく損傷しており、性別もわからなくなっていたということです。夫とみられる熊取秀夫さんは全身の皮がナイフのようなもので削ぎ落とされており、警察は真相解明を急いでいます。東京都八王子市の一軒家から一家5人が殺害されているのが見つかりました。警察によりますと遺体は大きく損傷しており、性別もわからなくなっていたということです。夫とみられる熊取秀夫さんは全身の皮がナイフのようなもので削ぎ落とされており、警察は真相解明を急いでいます。東京都八王子市の一軒家から一家5人が殺害されているのが見つかりました。警察によりますと